はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回はですね、また、ポケモンカードですね。最近ちょっとね、なかなか発売日に変えてない。今回は、強化拡張パック GG エンド、ワンボックス開封していきたいと思います。さあ、ということで、まあね、ガブリアスと、ギラティナか。で、なんだっけ。ビッパの進化系と、ラティアスとか、あと、あと、ヒトモシとか、ガルーラとか、不安定、とか、いますね。開けていきましょう。ということですね。早速開けていきます。よっ。よし。よいしょ。さあ、ということで、じゃあまあね、早速1パック目を普通に開けていきます。よし。1パック目。びっくりした。いきなりスーパーレイジオが出たかと思った。リオル、マメパと、ガブ、カブルモ、オフーパ。なるほど。で、巨大なかまど。なるほど。じゃあ続けて開けていきましょう。お、ピカチュウ。ピカチュウ、このピカチュウいいっすね。で、オノンド、ビーダル、フワライド、ギーマ。ほう。なるほど。じゃあ次行きましょう。お、はい。今回もトレーナーっぽかったね、今ね。もうエスレアがトレーナーズっていう、最近あんまりあれですね、ポケモンのエスレア以上で出てない気がする。まあいいや。はい、ということで次行きましょう。ムンナ、カラカラ、ランプラ、リセットスタンプ、ほうで、オーラティアス。はい、次行こう。お、ピカチュウ。ガバイト。ハトウボウ。お、アルラライチュウ。いいですね。で、タッグスイッチ。これいいっすね。まあ、実はですね、まあ、今度紹介しようとは思ってたんですけど、前にゲットしたピカゼク、ピカチュウ&ゼクロムのね、デッキを作りまして、まあ、ちょうどね、周りにやる人がいたのでね、そう、その人との対戦用に、作ったんですけど、そう、まあ、またそのうちね、紹介動画を上げようと思います。はい。よし、次。キバゴ、アサナン。おー、ボルトロス、これかっこいいね。後ろになボルトロス、ランドロス、風のやつ。名前忘れちゃった。がいますね。で、シュバルボ。で、巨大なかまど。なるほど。そう、で、今回、アローラライチュウと、普通のライチュウの、ダブルレアがあるじゃないですか。そう、それをぜひ引きたいなと思っております。はい。さあ、これは普通のレアだよね。ビッパ、フカマル、ヒトモシ、おー、オノノックス。このオノノックスもかっこいいね。で、おー、アローラガラガラ。なるほど。よし。じゃあ次行こう。そろそろダブルレアが来そうな感じだけど、普通のレアばっかりやね。あ、そうそう、トルネロスだ。カラカラ、ムシャーナ。おぉ、かっこいい。黒帯。このギラティナかっこいいね。
うわ、使ってみて。はい。さあ、次行こう。そろそろダブレは来そうな気がするんだけど、まだこんね。カスが固まってるかな。ゴンベ、リオル、ひともし、ブーバーン、ギーマ、またお前か。うん。さあ、次に行こう。これ、普通のレアやな。トルネロス、ピカチュウ、カラカラ、おー、ガブリアス。なんか絵柄いいっすね、これも。デフアライド。ここにしかもアローラライチュウと普通のライチュウが、関東のライチュウが映ってますね。いいね。うん。さあ、どんどん開けていこう。前半が残りね、4パックぐらい。うん。キバゴ、ハトウボウ、オーリオル。で、タッグスイッチ。で、メロエッタ。なるほど。なるほど。そうね。できれば、その、ね、せっかく今、雷デッキ作ってるので、それに使えるような、ポケモンが出てくれるといいなと、思っております。さあ、行こう。お、来た。お、来た。ムンナ、ブーバー、リッパ、ほい。おー、ガブリアス&ギラティナのダブルレアやね。かっこいいね、これまた。ね。で、ブーバン。ほほう。ただ、これちょっとコスト的に重たい気がするな。また後でちょっと詳しく見ましょうか。はい、次行こう。まあでも、あと今回やっぱり、ライチュウ&アローラライ、ライチュウ&アローラライチュウだな。あれが欲しい。アサナン、ランプラー、フワンテ。おー、ジガルデ。このジガルデ結構好きなんですよね。お、コーチトレーナー。なるほど。でもこれあれですよね。タッグチームを、の時に、タッグチームが入ってるデッキだといいですよね。ピカゼクとか入れてる時とか、使いやすいんじゃないかなと思ったりはする。ちょうど、ここの後ろピカゼクだしね。はい。さあ、次行こう。前半が残り2パック。うん。これは普通のレアやな。マッキョ、ビーダル、ひともし、ガルーラ、そして、なんでここに、ライチュウとアローライチュウがいるの？まあよくわからん。あ、でも、そうね。悪くはないかな。でも、これ4ってのはちょっと重いかもしれんね。で、ケンホロー。なんか、ちょいちょいこう出てきますね。タッグチームが。さあ、ということで前半ラスト。お、ガバイト。トルネロス。ボルトロス。これでも一緒に入れても。あー、なるほど。結構使いやすいのかもしれんね。入れてみたいな、ちょっと。で、リセットスタンプ。悪くなさそうだけどね。このボール。まあでも、ボルトロスとランドル、トルネロス両方入れとかなきゃいけないっていうのもちょっとネックかもしれんけど。はい、次行こう。さあ、ということで、これで後半に入りましたね。カブルモ、深まる。おー。ムシャーナ、お、ラティアス来た。で、アローラガラガラ。なるほど。ダブルレアが全然出てこん。スーパーレアももう出たという。これも普通のレアやもんね。キバゴ、アサナン、ビッパ、オーガルーラ。で、シュバロゴ。なんかこのシュバロゴを見るとね、某レベル5から出てた某ロボットアニメというかロボットのゲームを思い出しますね。最近なんかプラモが再販されたとかっていう話をちらっと噂で聞いたんだけど。ね、
うん。まあいいや、そんな話。さあ、次。はい。不安定。オノンド。トルネロス。タッグスイッチ。ジガルデ。うん。オーケー。タッグスイッチはでもこれ結構使えると思うんだけどね、個人的に。いて。さあ、行こう。お、来た。お、いいのが来たかもしれない。ボルトロス。ランプラー。カラカラ。やったぜ。ライチュー&アローラライチュー。そう、これ結構ちょっと使ってみたかったんで。うん。いいっすね。うん、まあでもちょっと重たいかなとは思ったりはするな。うん、でも欲しかったですね。これはちょっと使ってみたい。うん、いいっすね。でもライチューってこんなになんかぽっちゃりしてたっけ？もうちょっとなんかシュッとしてたイメージ。うん、まあ可愛いからいいけど。はい。で、あと巨大仲間だよね。さあ、あと1枚ぐらい多分ダブルレア出てくるよね。ということで、ハプオーボー、カブルモ、ブーバー、ルカリオ、で、ギーマ。ギーマめちゃ出る。って言って3枚目か4枚目だけど。まあ、効果としては悪くないのかもしれんけどね。どうなんだろう。ほい。行ってみよう。これも普通のレアやな。マメパとムンナ、アサナ、オードノックス、久しぶりに見た。で、フワライト。うん、なんかちょいちょいあれですね。ね、ここもピカブイが出てたりとか。ね、ここにアローラピ、ライチュー、ドラ、ね、ライチューいたりとか。うん、ね、悪くない。デザインはいいですよね。こういうちょっとね、チラッと映ってるってのいいですよね。はい。よし、次。ボンベ、フワンデ、マッギョ、クロービ、ブーバーン、かな？はい。なんかあんまりダブルレアが、結構奥の方に埋まってますね、今回。お、よ。これも普通のレアやな。ビーダル、ストムス、オノンド、お、穴抜けの紐。わ、なんかこれいいね。すごいなんかこの青が、背景の青がすごく好きです。で、コーチトレーナー。へぇ、すごいなんか綺麗。この背景の青いいっすね。うん、これでもデッキに入れたいな。トレーナーのレアだよね。すごいなんかこの背景のこの青がすごい個人的に好きな色です。はい。うん。はい、次。ゴンベ、リオル、キバゴ、シュバルゴ、メロエッタ。うん。メロエッタって映画かなんか出てたよね、確か。あんまりちゃんと覚えてないけど。あんまり、てかまあ、最近ね、ポケモンの映画を見るってことはまずなかったんであれなんですけど。そう、でもミュウツーの逆襲のリターンズだっけ？あれは見たいなってちょっと思ったよ。うん。そう、まあやっぱりね、まあちょうど世代で、ねえ、まあ、リアルタイムでは見てないんですけど、見たいなってちょっと思いました。はい。ビッパ、深丸、ピカチュウからの、おー、ヒードラン GX。3枚目の GX はヒードランでした。うん。そうね。炎タイプはね、僕あんまり持ってないんですよね。GX をそもそも。あんまりちょっとデッキを作りにくいんだよな。はい。ということで、残りがね、そう、今上にいる、多分スーパーレアっぽいの含めて、6パックかな。はい。ムシャーナ、マメパト、ボルトロス、ラティアス、ケンホロー。はい。うん。よし、次。さあ、レアですね。そういえば最近、プリズムレアってなくなりましたよね。ね。はい。なんでなくなったんだろう。ただ単に俺が出てないだけなのかもしれないけど。フワンテ、マメパと、アサナン、おー、ギラティナ、かっこいいギラティナ。と、チャーレも、チャーレも初めて出たね。ね。なんだ、アサナンは結構出てた気がするけど、チャーレも初めてやね。なるほど。
さあ、ということで残り4パックやね。よいしょ。そうね。ムンナ、マッギョ、ガバイト、アロラガラガラ、ジガルデ。うん。OK。よし。さあ、残りに3パック。まあ、エスレアのね、あれが欲しいのよ、なんだ、絵違い？イラスト違いの、ライチュー&アローラライチュー欲しかったりはするけどね。キバゴムシャーナ、ゴンベ、ギーマ、ルカリオ。はい。さあ、残り2パック。あら、よっと。お？ああ、普通のレアやな。使い方が若干違う。オノンド、深丸、ランプラー、シャンデラ。お、シャンデラも初めて。なるほど。オッケー。で、巨大なかまどと。うん。オッケー。さあ、ということで、いよいよラストでございます。スーパーレア以上。今回も残念ながらポケモンではなくトレーナーでしたね。最後、ブーバ、マッギョ、リッパ、で、後ろが、よいしょ、チャーレム。そして、こいつだ！お前か。お前か。なんかよう出るな、お前。ほんとに。はい、ギーマでした。どうなんだろうね。まあ、悪くはないのかな。とは思うけどね。まあ、どうせ出るならコーチトレーナーの方が個人的には嬉しかった気はするけど、まあね。はい。ということで、まあね、ダブルレア以上見ていきましょうか。はい。ということで、まずヒードラン GX。悪くはないと思うけどね。とは思うんだけど、ああ、なるほど。炎撃にしたら、タイプゲームだから使いやすいかもしれないね、これ結構。で、この特性を使って、その場に、ある程度ポケモンがいるときにヒードラン出せば、その、ね、このヒートボンバー GX とかで結構一撃で、一撃必殺とか使えそうだけど、場がある程度整わないと使いにくいね。うん。なるほど。はい。で、ガブリアス&ギラティナ。悪くはないと思うんだけど、どうしてもね、この2種エネルギーっていうのがちょっとなかなか難しいかもしれないね。強いは強いか、でも。はい。で、まあ、個人的に欲しかったアローラ、ライチュー&アローラライチューの GX のタッグチームやね。まあ、タネでこれが使えるならいいしね。ベンチからバトル場に出ていたなら80ダメージ追加し、あ、まあ、ベンチから出てればプラス80だもんね。あ、でもこの番限定か。でもま、これに特性とかついてるとね、より良かったんでしょうけど、まあ、そんなうまくはいかんわね。はい。で、ライトニンググライド GX。なるほど。で、ギーマ。まあでも、そんなに効果自体はね、悪いとは思ってないけどね。そのね、別にそのベンチのポケモンに乗せてもいいわけだからね、このダメ感をね。だから、そのタッグチームのポケモンが結構、もう本当にね、ダメージ160とかね、まあこのガブリアスとかだったら240ぐらいまでダメージ、まあそんなに食らうことはないかもしれんけど、240食らってた時にこれを使えば、他のところのに乗ってたダメ感をこいつに乗せてタンクチームをその気絶させることはできるわけだから、まあ悪くはないとは思うけど、まあっていう感じかな。はい。まあでも1枚ぐらい入れといてもいいかもしれないね、とは思った。引いてみて思った。よく出るけどね、あんたね。本当にいっぱい出たもんね、ギーマね。
結構なんかよく見た覚えがある。はい。まあ、ということで、まあ、今回でも欲しかったら、ライチュウ&アローラジア、ライチュウの GX は、まあ、1枚ゲットできたのは良かったかな。はい。うん、まあ、そんな感じかな。そんで、これの次やね、の、やつが、もう発表されてて、まあ、今更だけどね、もう。で、今回、ケルディオ GX がアホみたいな強さになりそうですよね。で、GX とか、エクストラポケモン ?GX、EX ポケモンの、攻撃を受けゼロにするっていうわけのわからん特性が、特性がついてるからね。それはちょっと反則やろうっていう。ピカゼクが完全に封じ込められるってのはちょっときつい気がするね。ということで、まあ、今度のボックスはかなり人気出そうですけどね。まあ、なんとか、でもそれに対抗する手段も多分あるはあるんでしょうけどね。まあちょっとそれをいろいろ考えながらまた、せっかく使っ、ピカゼクデッキ作ったのに、っていうところはあるけど、まあまたいろいろね、考えながらやっていきたいなと思います。はい、ということでね。まあ、まあ、ひとまず目当てのものはゲットできたので、よかったかなと思います。はい。ね、多分次回は2ボックスぐらい開けると思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。